メンフェスのリタです。岩井です。タモーラです。今月もやってまいりました、大人気収入公開のコーナー。今回も、僕たちの収入をね、まあ、ざっくりですけれども、はい、発表して、でいくらどういうところに使うのか、でそれぞれ振り分けて給料をどういう使い道をしていくのかっていうのを発表する動画になります。はい、そうです。はい、でちょっと最初に言いたいんですけれども、はい、今回この動画のちょっと最後の方で大事なお話がありますので、はい、ちょっと最後まで見てもらえればなって思ってます。よろしくお願いします。はい、大事なね、発表ですよ。大事です。まあ、伝えたいことがあるんで、はい、はい、あるんで、うん、まずこの動画もね、結構びっくり仰天なんで、あー、はい、なるほど、ちゃんとしっかりそれを見てから最後見てくださいっていう、ね、はい、お願いします。はい、お願いします。ということで、どうですか、これから発表してきますけど。いやー、ワクワクしますね。待ちに待ちましょう。そうだ、こいつは大町に待ったんだ。はい、借金もう大丈夫、逆に俺とかに借金すぎてさ、結局みたいな、給料今回少なかったらやばいってなって。まあそうですね、でもそこまでめちゃくちゃ多く借金はしないので、そうですよね、はい、どうにかなるんじゃないかなと思ってます。アナリティクスでも確認できますそうですよね。ちょっと下売ったのか下売ったんじゃないの、ね、まあ、先月もね、今年最高額を叩き出して、めちゃめちゃいい生活をね、普段に比べたらさせてもらいまして、はい、まあ、一人を除いてですけど。はい、そうです。北村さんはなんかしてないですけど。ああ、いろいろしわ寄せがまだ。そうですよね、はい、後半ずっと借りなかったよね。確かに俺がなんか外出てる時に最近さ、うんうん、ごめんなさい、経費から1000円借りますっていう LINE が入ってさ、1000円を借りないっていうね、今月金ないのは数しない北村金ないのやめてくんない。確かに、ずっと並走してたもん俺とそうなんよ、うん、まあ、という曲を本日はやっていきたいと思います。アイドル、というわけで早速やっていきましょう、タイム。やばいやばい、2つの電話から。先月が確か104万とか全体で、なるほど、3桁乗ったんですよ、うん、ですごいその時にも話したんですけど、はいはい、まあ、メンフェイスすごい安定期というか、いい方の安定期、はい、ちゃんと上がりつつもなんか最低ラインより行き過ぎないっていう、はい、もう安定して収入の中3桁突破したっていうすげえ素晴らしい、はい、最高、過去最高の安定感を見せてるんですけど、今回もその安定を見せれてるのかというところですよね。はい、そうですね、大事、はい、なのでまずじゃあメンフェイス全体の今月のお給料発表してます。はい、お願いします。それでは皆さん心の準備はいいですか。はい、発表します。メインフェイスの2023年7月のお給料は124万円です。よっしゃですよ。熱いよ。プラス20。プラス20。うわ。いや、すごいね。やばいね。これマジですごいことです。はい。本当にいつも見てくれてる皆さんのおかげです。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、ここで、本当に僕たちにとってはめちゃめちゃこれすごいことなので、ぜひすげえかもって思ってくれたら高評価よろしくお願いします。お願いします。チャンネル登録もねしてよね。ね。はい。お願いします。嬉しいですよね。もうちょいね登録してくれてもいいかなと思うんですよ、この再生数。うん、ああ、確かに確かに。多分してくれてない方まだいると思うので、はい、ぜひ楽しませるんで押してください。よろしくお願いします。今回もね、現金じゃ生々しいので人生ゲームのお金でやっていきますよ。はい、というわけで、はい、メインフェス全体のお給料120万円、ありがとうございます。ありがとうございます。で、まずこっから経費です。はい、いろいろありましたね、さらに今回ありましたね。冷房2台買わなきゃいけないっていう事件、うん、はい、今回30万円引きます。うわー、このプレイ激激激激、30万円を経費に、はい、うわー、で、こっから4人に振り分けるといった感じになります。なるほど、30万引いたじゃん、うん、今までないよ、超大型客やった時ぐらい、うん、いやー、マジでそう、ほんとね、引いといて、1人当たりなんと23万5千円です。あらー、ありえねえだろ、ありえねえだろ、いつも。じゃあ、感謝の気持ちを忘れずに分けていきましょう。はい、はい、お願いします。ということで、こっから一人ずつ8月どうお金を使っていくのかっていうのを、うん、まあざっくりですけれども予想しながら正直に話していきましょう。はい、お願いします。はい、じゃあまず私トップバッターリーチマイケルいきます。はい、脇切りいけー。じゃあまず固定費、この家の家賃や光熱費やもろもろかかるところ4万円お願いします。はいよー。次、食費。はい、これ先月1万3000円したんだけど、まあ生きらず1万3000円にしときたいよねっていう。なるほど。最近なんかね、ワンチャン使ってんのっていう、なんか飯縛り多すぎて、そうなんだ、企画がね、そう、あんま使った記憶がなかったんや、うん、確かに、うん、だからまあ一旦そんぐらいしとこうかな。はい、まだ飯もあるんだけど食ってなくてさ。そうね、そうね。携帯代、はい、7000円です。安い。はい、パソコンのローン代ですね。はい、こちら2万円。おー、
ただきます。これで壊れてるパソコン代完済です。うわー、やったー、クソでげえ、意味のない支払い終了コース。本当に意味のないやつ。パソコン代2万っていうのはもう1万は僕の普通の、はい、ゲーミングパソコンのやつなんですよ。あー、なるほどね。だから1万円になったっていう。なるほどね。退去費、ちょっとテンション早っ、見えてうざっと思って。まあまあ金あるんで、おー、2万円払います。わー、すごい、きれい。これ12万円から確か払ったことになってますね。うわー、強い。あともうちょいじゃん。そうなんや、長すぎ、長すぎだろ。はい、もう半年以上住んでるよここ。そうなんよ。で、税金これ1万2000円ですね。はい、うん。でタバコ代は0円です、今月も。あー、まだまだ前ます。2ヶ月生き残ったから、はい、以上です。おぉ、だって10万円札ありますよ。 白いがいるんよ。エグリンチョツやん。いつも大体ピンクとか青なんだけど、ね、黄色とかなんだ。そうそう、それましてじゃん。今回12万3000円やばいっすね。また多分やるじゃん、散財企画。そう、散財企画とか。そう、お金が今までやりたかったじゃん、そういうの、うん、ただ、ほんとリアルにお金がなくてできなかったっていう、うん、俺らやりたかったんだけど、そういうのがだんだんこっからできるようになるから、うん、実質動画になる分みたいな感じだから、ね。まあ、いや、まあそうだね。ありがとうございます。たくさん残らせていただきました。ありがとうございます。素晴らしい。以上です。はい、じゃあ次は岩田五郎丸いきたいと思います。はい、じゃあ五郎丸お願いします。来ました、なぜか金がなかった男、先月。そうなんだな。メインフェーズ内の隠れミッキーって言われてる。意味は分かんないけど。というわけでいいよ。まずは固定費、はい、こちらが4万円でございます、はい、パソコン代きた、こちらが1万4000円です。はいはいはい。じゃあ次、賞金、うん、はい、こちらが1万3000円です。1万3000円了解です。はい、どうしたかし、どうした。なんで怖っ。いつもどうした。違う、俺マジ意識してなかったのに、なんか俺が膝叩いてくるし、なんで北村からの姿勢は感じるしね。それで笑っちゃったよ。いいね。これ風物詩ですから。そうだよ、収入効果で。そうだよ、そうだよ。じゃあ次、クレジットカード出た。これが4万円です。ああ、まあ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 、最近ここら辺キープしてるんですよ、うん、めっちゃ落ちてね。あ、毎回毎回毎回だっけ。3ヶ月連続ぐらいで4万円ぐらいやらせてもらってます。あら、次携帯代ですな。おおおー、携帯代ですね。携帯ですな。こちらが1万2000円です。はい、携帯代だっけな。はい、まあこれはですね、 iPhone 14 Pro を購入いたしましたので。あー、そのお金か。こちらになってくるわけですよ。なるほどね。次、食費出た。食費1万円。え、ここまで1万1000円。おー、見た、見た。飲み物代として、いや、そう、夏か。やっぱ夏はかかるんじゃないですか。とんでもない。ソルティーライチ代と言っても過言じゃない。うわ、退去費のコーナー。出た。何だってダッサ。自分もね、うん、一番あるで。こちらが2万円並んだ。おー、まあまあまあ、まあまあ、はい、はい、こちらで以上になります。おお、残りが8万5000円残りです。よいしょ。おお、全然戦えるわ。まあこれはマジ熱いっすね、8万5000円はね。熱いなー。だいぶ何でもできます。できる、できる、はい、以上です。ありがとうございました。次、アゴナガ栄一郎さん。お、アゴナガ栄一郎、アゴナガ栄一郎が続いてやらさせていただきます。はい、お願いします。まずは固定費4万円です。はいはいはい。固定費払っても残り19万5千円っていう。ね、だからやばいって。それが一番やばいんだよ。固定費今まで痛かったけど、なんかまあまあまあって思うようになってきた。そうだね、まあ、安いもんかみたいな、うん。じゃあ続いて、パソコン代、こちらあの貯金してるやつですね。はい、こちらが1万5000円です。はいよ。はい、続いて奨学金、うん、こちらが1万1000円になります。おお、1万1000円、しっかり払っていこう、はい、払っていきましょう。これしっかり払っていかないと学びがない。それは笑いすぎでしょ。ほんと怒られるよ。俺は責めないね。そういう雰囲気差し込んだよ、そいつらが。はい、続いて携帯代、はい、こちら2万円です。さっきさっき、いつも通り。何買ったんだよ。まあいろいろですね。何やるんだ、リコ。まあ、リカの誕生日プレゼントとかも。あ、そういうのもあるかも。あ、2ヶ月前ってそうなの。含んでるかも。続いてタバコ代、はいよ。こちらもうちょっとで吸い切りそうなんですよ。あの、あ、はい、ありがたいことにいただいたやつが、あとワンカート買えばいけるかなっていうところで、おお、6000円です。うん、なるほど、ありがとうございます、本当に。
素晴らしい。本当に使ってますよ。で、続いて食費。はい。こちら、水分も込みで2万円です。うわぁ、いった。いやー、ダントツやん。ダントツやん。一番食わないやつがなぜか一番かかる。そうなんです。そうなんだよね。マジ、逆にコスパ悪いな。で、続いて、税金代。こちら2万円確保しておきます。はい。確保。一応、多めには、みたいな感じ。なるほど。ということで、退去費のコーナー。あー。はい。まだあるか。僕結構スルーしてまして、3ヶ月くらいスルーしてました。なるほど。まあっていうのも残り4万円なんですよ。あー、なるほどね。でもせっかくたくさんいただいたんで、ここは1万円雑誌1万円なんですか。なんかこの後あるな、多分。あれ少な。そしてここいらで、借金返済のコーナーです。きた。あー、まあ、各額しかじかありまして、借りて返してみたいなのを繰り返してるんですけど、うん、リタ君に残り3万円ありました。ああ、そうです。3万、結構、はい、1万円返させて。なるほど、ございます。はい、最低額ということは、まだあるとということで、8万3000円回りました。おー、はい、まあ、このお金を含めて10万円予算で、全突破企画やりたいと思います。おお、10万円予算でございます。はい、聞きました。予算一応10万円まで諦めません。だから今あれでしょ、食費とかの予定で支払ってるところが削れるってことでしょ。そうです。全部負けた場合。はい、なるほど。あら、本気だ。うわ、男。うわ、これリアルな感じです。聞いたみんな10万円でやるんですね。はい、これは僕の夏の一発目。まあ、こういうお金を使うという意味での体を張らさせていただきます。はい、本当に人気だし、見てておもろいかな、動画最高。しょうがない。よっしゃ、頑張れよ。頑張れよ。まあ、ということで残金はちょっと曖昧になってしまうんですけど、はい、一旦仮で残金は0円です。なるほど。なんでそっちにすんの。確かに、プロスで言えばいいよ、勝つんだから。言っといた方がいいよ。まあ、ね、まあ、勝った手で残金30万円。めっちゃ勝った。はい、じゃあカズシ行きたいと思います。お願いします。まず固定費、はい、4万円でございますね。そうですね、これ仕方ない出費と。はい、仕方ない出費いただきました。次、先にじゃあ食費いきましょう。はい、1万5000円。はいはい、まあ妥当ぐらいじゃないですか。うん、次、タバコ代。はい、こちらね、1万8000円でございます。あら、もう尽きた。僕尽きちゃいました。しかもなんか多くないと思う。3カートンです。おお、どっちかっすね。紙を2カートンにするか、アイコスを2カートンにするかっていうところです。なるほどなるほど。じゃあ次、税金。はい、こちら1万600円。あ、ほんま無理なんだけど。1万1000円。そう、1万1000円。1万600円。びっくりした。急になんか初めてじゃない。初めてコイン出してくれ。はい、次、クレジット。出た。はい、こちら4万3000円でございます。はい、ほらほら。ね、なんかここら辺から1万とか2万になってくんじゃねえかなと思ってたんですけど、なんか意外と下がってる。まあ前よりかは下がったけど。はい、まず課金ですね。思い当たる節といえば、何、スリセブリアルっていうパチンコ。ああ、まだそんな数千でしょ。まあ一発買いだもんね。しかもまああれ結構いろんな機種に課金しちゃってまして。正直どんぐらいいったの。多分ざっと1万ぐらいはいってるんじゃないですか。めっちゃ強いやんけ。他はマジで思い当たる。日用品じゃん。そうだね、変な買ってたやん。あ、そう、アマゾンで結構買ってんだよね。その日用品と、あとはなんかエロ漫画読むためのそのポイントとか。エロ漫画、エロ漫画じゃねえかよ。そう、思いついちゃった今。出てきた。残りリタに対しては2万円になりましたね。そうですね、はい、2万円になりました。で、岩さんに対しては12万かな。はい、まあ見えてるな、もう。いや、マジで彼氏のライフもう終わる可能性ある、借金の。そう、岩に過去にね、ちょっとね、いろいろずっと借りてたんですよ。家賃払えなかったりしね。そうね、うん、そういうチーツモで、もうそれがいろいろあって今半分以上削れてますな。来た来た。そうですね、岩くんに2万円お返しします。はい、さあ、リタくんは完成。いっちゃいます。おー、2万円完成。素晴らしい。久々に言いました、完済を。熱っ。浮いてない、浮いてない。自分で浮いてないよ。ないようなもんだろ、女の。はい、残ったのが6万8000円。うわ、でもそんな残るか感じだよね。いや、みんなだいぶ残ったね。はい、ありがとうございます。マジで本当にありがとうございます。ありがとうございます。急に5回以上になります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
はい、というわけで、はい、ありがたいことにこうやってね成長の姿を見せれて嬉しい限りでございますと。はい、で最初の方に言ったんですけど、この動画の皆さんにご報告というか発表することがあると、はい、ということで、これ上がってるのが4月の末なんですけれども、ええ、まあもうすぐ8月に入る夏というわけで、はい、やっぱ YouTube は全体的にもまあ僕たちも去年いろいろやりましたけど、はい、頑張る月ではあるんですよ、はい、本当に。なのでちょっとここでみんなと一緒に夏、まあ、メインフェーズこの一番今来てる時にここさらにブーストかけたいなと本気で思ってまして、はい、そのために宣言したいことがありますと、はい、目標みたいな僕たちあんまり発表したことないなと、はい、ないですね。いやー、ないですよ。したことはあるんですけれども、はい、まあ、あんまなかったと、はい、いやここは今一番乗ってる時にやるべきだろうっていう、はい、そうですね、話し合いに本気でなりまして、うん、この夏あの1ヶ月はね本当に短い時間ではあるんですけど、うん、目標言わせてください、はい、8月でメインフェイズ登録者15万人目指します。はい、あっしゃ、やりましょう、やりましょう。正直あのリアルに今までのこの伸び率とかで言うと、うん、くっそ無謀な数字ではあります。やばいです。そうですね俺ら月で1万増えたことないんじゃない。ほぼないほぼない、ほぼない、ね、惜しいのはあるけど、惜しいな、もうそんぐらい難しい、うん、けどそんぐらい自分で掲げて本気でいくっていうふうにしないと本気も出しづらいと思うし、うん、まあ、みんなも一緒にうわ応援しようって言ってくれる人多いんで、うん、一緒に頑張りたいなと思って、はいはい、でまあ夏は15万人で今年で20万人いきたいなっていうふうに、はい、ちょっと本気で思いまして、はい、本当に今ありがたいことに一番見てもらってて過去でもうここでやんなきゃ男じゃねえなと、はい、まあ、メインフェーズ今年でかけてるっていう本当最後の年だと思ってやるっていう、はい、あのちゃんと売れなかったら、うん、そういう風にはね僕たち話し合って決めてまして、はい、それをここで初めてちょっと皆さんの前に行って、まあ、この夏一旦15万人行ってやろうと、はい、まあ、もし行けなかったとしてもそんぐらいはやったぞってちゃんと自信持って言えるように、そうだね、おもろい動画いっぱい撮る予定はもう決まってるんで、はい、これガンガン出してくんでいつもありがたいんですけど、高評価とかコメントとかチャンネル登録ももちろんですけど、またあの拡散とかインスタだったりメンションとかそういうのもやってくれるとガンガン僕たちもこうストーリーに上げてって反応していくんで、はい、よければよろしくお願いします。お願いします。今徐々に来てますよ、はい、ボロいちっちゃいシェアハウスから始まって、はい、すげえ一戸建てに詰めて、はい、今だんだん半年進んでここにお給料が上がって、うん、もっと豪邸住んでお金使う企画とかやってでイベント全国ツアーしたいっていう夢もあります、はい、そのためにはやっぱお金と時間も必要なんで伸びるっていうことが必要なんで、はい、そのためにもしっかり伸ばしていきましょう。はい、みんなと一緒にやりたいです。そうだね、お願いします、お願いします、はい、ということで今年の夏もメインフェイスバチバチ盛り上げていくんで登録者15万人絶対行くぞ。あ、ダメダメダメ、ね、ね、カメラに向かって、あ、そっかそっか、肩じゃないか、こんな熱いことやっててダメか、急にどうした、何かじゃないか、ね、はい、というわけでこの動画が少しでもいいなと思ったら高評価、コメント、ツイッターとインスタのフォロー、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。皆さん本当にありがとうございます。このたくさんありがとうございます。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。この夏、メインフェイスだ、一番伸びてやれ。